皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。俳優の岡田将生34、が18日までにインスタグラムを更新。焼き鳥屋で食事をする彼氏感満載なオフショットを公開した。この日、岡田は、私は焼き鳥も好きだ、と綴り、雰囲気の良い焼き鳥屋を訪れた際のプライベート感満載の様子を披露。 ブルゾン姿でテーブルに腰掛けスマホに目をやる岡田。テーブルには焼き鳥屋定番の料理が並び、追加注文をしているかのようにメニューを見つめる光景は、まるで対面の彼女目線のようにも感じる。思わずうっとりしてしまう眼福なショットの数々だ。そんな岡田に、ファンからは、デートが角すぎる。 焼き鳥屋で岡田正樹いたら食事できる気がしない。酒だけ飲んでベロベロになりそう。彼女目線の写真好き。焼き鳥に生まれたかった。なんでそんなにイケメンなんですか。彼氏感ありがとうございます。岡田正樹が普通にいる焼き鳥屋どこ横顔素敵です。この彼氏感は控えめに言ってやばいです。比べ感が最高すぎ。デートしてるみたい。 生まれ変わったら焼き鳥になりたい。などの声が寄せられた。ファンからの、え、こんな普通にいるのという声に、いますよ。普通に、普通すぎるのです。とコメント開始する素朴さもファンを夢中にさせる一部なのかもしれない。4月1日から始まる連続テレビ小説、虎に翼 NHK に出演が決まるなど、 今年も充実した一年になりそうだ。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。